第4回参議院議員通常選挙は1956年7月8日に日本で行われた国会議員の選挙である。社会党再統一と保守合同が行われた55年体制が発足して初めての大型国政選挙となった。伊豆諸島は大ヶ島村で初めて参議院選挙が適用された。保守合同による自由民主党の発足と社会党再統一後、 初となる国政選挙として注目された。また、第3次、鳩山内閣は会見を公約としており、1955年の第27回総選挙に引き続き、会見派が会見に必要な2、3の議席を占めるのか、5憲派が1、3の議席を確保するかも争点となった。自由民主党日本社会党、緑風会日本共産党自民党社会党、 共産党無所属、総科学会系無所属自民党社会党、緑風会共産党西連無所属、総科学会系無所属初当選者のうち、衆議院議員経験者には、貴族院議員経験者には、の表示がある。自民党は過半数の議席を得られなかった。社会党など五権派勢力が1、3を確保し、社会党は、全国区では、 候補の乱立した自民党を上回る22議席を獲得した。一方、選挙区では一陸で自民党が強さを見せた。これで衆参いずれでも当面会見はできない情勢になり、また社会党の検討は二大政党政治実現に近づいたと評価された。共産党は、 党第一初期として知名度の高い野坂33が東京選挙区で当選するなどで2議席を確保し、須藤五郎の人気満了による参議院での同党所属議員の消滅を回避したが、逆に同党に政策の近い労働者の民党は東京選挙区に現職で出馬した堀誠など全員が落選し、参議院での議席をすべて失った。同党の衰退は決定的となり、 1957年1月に回答して3月に元同党所属の衆議院議員は社会党に合流した。このほか総科学会が初めて組織内候補を無所属として擁立し3人を当選させた。これが公明政治連盟を経て後の公明党の源流となる。なお、全国区における小西秀夫の当選は後に、 自転の上条案一が提起した訴訟によって無効とされ、上条が公正決定によって当選者となった。参議院議員の当選が裁判によって覆ったのは、小西と桜内義雄の二例のみである。ありがとうございます。